やりきったかなというね印象が一番強いというか、まあ、ピッチでね、倒れてる選手たちを見て、本当に全部出し切ったんだなと、いうふうにやっぱり感じたし、まあ、それをねこうピッチの外からでしかね手助けできなかったっていうね、自分のまあ不甲斐なさだったりね歯がゆさっていうのをやっぱり感じたっていうことをねすごく残念に思うし、ただね本当にこう4試合通して、日本代表としてね、出した結果だったり戦いっていうのはね非常にこれからの日本代表の経験値になると思うし、まあ、方向性を、ね、一つ、ね、示せたんじゃないかなというふうには思いますね、はい。ワールドカップ前に、いろんな事情があり、国民の皆様だったり、サッカー関係者の皆様に、いろんな不安を持たせてしまった中チーム一丸となって、その中で、日本も、ね、全体となって実際に、本大会でこれだけ素晴らしい結果が出せた。素晴らしいと言ってもやっぱり僕らの、越えようと思っていた壁を越えられなかったっていう現実もねしっかりうまく、しっかり受け取って、やっぱり日本代表として次に進んでいかなきゃいけないのかなというふうに思います。しかしこの健闘を、チーム全体でできたというのも、ファンサポーターの皆さんの、支えがあってからだからこそだと思います。これからもね日本代表の応援をよろしくお願いします。本大会は応援ありがとうございました。